1967年の F1 世界選手権1967年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第18回大会である。1967年1月2日に南アフリカで開幕し10月22日にメキシコで開催される最終戦まで全11戦で争われた。オランダグランプリでロータスは 史上最高のレーシングエンジンの一つであるコスワース DFV を公開した。DFV はフォードの資金提供により開発されたエンジンで F1 では後に155勝を上げることとなる。ジム・クラークはシーズンで4勝を上げたが、タイトルはデニス・ハルムが獲得した。モンツァでクラークはタイヤ交換のためピットインし、再び首位を取るべく猛追したものの最後の一周で、 燃料切れとなった。そのドライブは彼が欠出したドライバーであることを裏付けるものであった。ダンガーニーのイーグルは一勝を挙げ、ペドロ・ロドリゲスは南アフリカグランプリで勝利した。このレースでは地元ドライバーのジョン・ラブがロドリゲスに迫ったが、ロドリゲスはこれを抑え時代遅れと化したクーパーに最後の勝利をもたらした。ハルムは F1 史上初のシーズン中ポールポジションを 獲得しなかった、ワールドチャンピオンとなった。1984年シーズン、ニキラウダもシーズン中にポールポジションを獲得せずに、タイトルを獲得したが、そのようなワールドチャンピオンは2010年現在この2名だけである。ジム・クラークが、ワットキンズ・グレンで行われた、アメリカグランプリで優勝した。ポイントは1位から順に6位まで9から6から4から、3から2から1が与えられた。 前半6戦のうちベスト5戦及び後半5戦のうちベスト4戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは1位から順に6位まで9から6から4から3から2から1が与えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。前半6戦のうちベスト5戦及び後半5戦のうちベスト4戦がポイントランキングに数えられた。FIA イヤーブック 1974グレーセクションページーズ117から 118AB 前半6戦の内ベスト5戦及び後半5戦の内ベスト4戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイントカッコ内は総獲得ポイント。ありがとうございます。